はい、それではお時間になりましたので本日のユニックキャリアラウンジ始めていきたいと思います。本日二百六十一回、えー、ゲストは株式会社アイファー代表取締役野尻うきさんです。今日本日野尻さんよろしくお願いします。お願いします。はい、インタビューを務める吉永です。お願いします。今日番組の後半では Q&A のお時間も設けておりますのでご参加いただいている皆さんもチャット欄からどしどし質問いただければと思います。 では野尻さん、早速ではありますが、えー、まず朝早くからご参加いただきまして、ありがとうございます。いろいろ拝見させていただいて、本当に野尻さん、爆速成長中、かつ <laughs> <laughs> まあ圧倒的な本当に行動力のある方だなというふうに思っていて、もう間違いなく今日1時間じゃ足りないだろうなというふうに <laughs> <laughs> 思っているので、まあ、どんどん突っ込んでいければというふうに思っておりますはいいお願いします。よろしくお願いします。 ではまず野尻さんの方からご自身の自己紹介の方をいただいてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。株式会社アイファー代表の野尻祐樹と申します。え僕たちはですねあのまだまだ世界に注目されてない市場の小さな国ですね。 例えば、モンゴルだったりとか、ネパール、そういった国々のみんなと一緒に世界に誇れる事業を作る、そういう思いから2年前に起業させてもらいました。1カ国目の事業を作る国として、モンゴルですね。皆さんあんま馴染みないかもしれないんですけど、モンゴルというあの大草原の国から事業を作っていまして、現地にある伝統的な住居ですね、ゲル、伝統的な住居をグランピングテントにして、先進国に販売したりとか、現地でのツアーですね、遊牧民とのキャンプ、事業をやっております。 ありがとうございますもう今、えっと、実際に起業されていて去年起業としてはされたっていう、ね、そうですね。うんはいうん、で、えっとまあ、最初のプロダクトであるゲルの販売っていうところももう始まっているっていうようなスピード感になるんですかね。どうですかやっぱりもう去年から今年にかけて、まあ、状況も状況っていうところもあるんですが非常に忙しさであったりとか、はい、まあ環境が変わったなっていうところは実感されてますか そうですねやっぱコロナの非常に大きいか皆さんそうだと思うんですけど、はい、逆に僕らみたいなちっちゃな会社はコロナとか非常にチャンスで、まあ、業態の変化とかも早いですし例えば、えー、とモンゴルのゲルって、えー、今までですね、まあ、あの歴史があって3000年ぐらいずっと使われてきて賃金、まあ、スを使ってたものなんですけど、はい、日本のマーケットにあんまり出てなかったと。 今回、このコロナでキャンプがブー,ブームになったりとか密を避けてで大事な人とか家族と暮らすっていう、まあ、ニーズが出てきた時に,にこのゲルっていうプロダクトが刺さって、まあ、ローンチ3ヶ月からも非常にご好評いただいていろんなメディアですね日経新聞さんはじめ出たりとかさまざまな今までコラボできると思ってなかった企業さんとかがですねあの声かけてくださったりとかして非常に僕らとしてはもちろん大変なことも多いんですけれども、まあ、このコロナを ポジティブに捉えながらモンゴルからいいプロダクトを紡ぎ出せて市場に出せたなというところが感じておりますなるほどなるほどまさに本当にコロナを追い風につけて どんどん成長しているっていう中だとは思うんですが、はい、ぜひ今日です、ね、そのまあなんでじゃあモンゴルなのとか、なんでゲルデンズだったのとか、まあ、もちろんそこだけではなく、今後の展望というところがあると思うので、はい、そこに至る野尻さんの価値観といったところを、ぜひぜひ伺っていければと思いいまますす、はい、お願いします、はい、ちなみになんですが、本日、あのー、イベントのタイトルに「えっとビヨンドこと野尻由紀さんっい書かれてたと思うんですが。

最初入ってきてくださる方ビヨンドことビヨンドって多分なったと思うんですよです私はまず取り合いになったのでとんでもないです大丈夫です <laughs> ありがとうございますでもですね本日えっ、ー、と事前にいただいているライフログに沿ってお話を伺っていければと思うんですが、はい、まずはいただいているところが16歳になるのでそれより前の幼少期のお話も少し伺えればと思っておりますはい。で、先ほども少しあのお話し,したブログにもおっしゃってたと思うんですがまず 生まれて1歳のところから天才ともてはやされていたっていうふうに自分の家の中でそうですねなんかその僕はすごく家庭環境がよすごく良かったなと思っていて、うん、まあめちゃくちゃ良すぎたがゆえにもおばあちゃんとかお母さんがもうめちゃめちゃ親バカというか僕がですねあの1歳でなんかこうアルファベットを全部数えれるようになって全然大したことない なななんじゃいいかみたいな、うん、オリンピックなんかなんとかオリンピック出れるんじゃないかみたいに言ってたんですけど僕1から10まで数えるのに5歳ぐらいまでかかって全然、えー、全然その、えー、あれだったんですけどそのすごく褒められて感じです、ね、僕の弟も、えー、僕のおばあちゃんがこの子は絶対赤ちゃんコンテンツに出した方がいいとか <laughs> <laughs> まあなんかそのすごく愛を え、もらって育ったっていう形ですね。うん、うん、うん。今でも本当にその家庭環境は感謝。今こういう風うに授業。あ、うん、ポジティブに挑戦できているのも、こうちっちゃい頃からある意味こう。心理的な安全というか、それ、うん、をこう。何もしてなくても肯定してくれるような、えーうん 存在があったっていうのはすごく大きいですね。うんうんうんなるほどなるほど。一歳でアルファベットってめちゃめちゃ確かにすごいな。それは天才だなって思う,と思うんですか。<いや> <laughs> <laughs> あれですか歌とかで覚えたっていう感じなんですか。全然覚えてないですね。なんかできたかわかんないです。<laughs> 親が言ってるだけなんです。あそうなんですね <laughs>。<laughs> <laughs> ちょっと持ってるかもしれないけれど。 でもまあそれぐらいその自己肯定というか、まあ、自己肯定しようというよりは褒めもう自然に褒めてくれる愛。愛されてたなっていうのがすごくあって、うん、なんかそこはすごく、うんうん、当時は当たり前だったんですけど、うん、今思うとそういう幼少期とか、うん、子供の時にそういうふうに。うんうん えー、十分愛される環境がいうのはすごく良かったなななと思いまする、うんうん、るほどなるほどどご自身の中でも今その価値観って生きてると思うんですがそれってその、まあ、他人に対して褒めるみたいなところも結構今も得意だったりとかされるんですかそうですねとりあえず褒めるみたいな感じはあります、ね。<laughs> <laughs> そんなに褒めるがうまいというわけではないんですけどうんうん、うん、そこがなんか恥ずかしいとかは特になくて、今までの自分が受けてきたものっていうのが自然と染み付いてるっていう感じなんですかね。そうですね。例えば僕たち、あのパートナーがモンゴルの本当に遊牧民の人たちとか、はい、えー、次ケニアとか、えーうん フランスとかもあの全部現地パートナーの子たちと一緒に事業をやっていて半、うんうん、日本人半分以上は海外の子たちなんですけどバックグラウンドが違ったりとか本当に文化が違うみたいなところでやっぱりその日本人の人はこう、まあ、なかなか最初の垣根を越えるの難しいみたいなのあると思うんですけど、うんうん、僕は結構昔からもうガンガンもう遊牧民のゲル乗り込んじゃうみたいな一緒に。<laughs> 感じでそういうこう、まあ、信頼っていうかパートナーシップ結んでいくみたいなところはすごく、うん、あの幼少期の頃からそういうところが得意だったというか、うん、まあ環境が良かったなと思いますねうーん。なるほどなるほど。その環境があったからこそまあ今もコミュニケーション能力っていったところが自分の中では生きてるなっていうふうに思うっていうところですね。ま、ね、まああんんり他が才能引出てないいいいでやややや っていうところが僕らが今授業立ち上げてたところはそこかもしれないですねうん。なるほど。ありがとうございます。それ以外にも好きだった遊びとかスポーツとかっていうのは、まあ、小中高あたりでも構わないんですがありましたかええー、好きだったスポーツ。まあ結構何でも好きでしたね。なんか、そんな才能が特に何かあったわけじゃないんですけど。うんえー 特に好きだったあのやっぱその海外とかは漠然とすごく憧れがあってブログにも書いたんですけど、はい、16歳の時に初めてそのケンブリッジ大学に留学する機会があってイギリスのいわゆる世界のトップ校の一つに行って同世代でも半端ない海外のやつらとめちゃくちゃ出会ったりとか なんんていうんですかねなんかこう世界最高峰の教育と、うん、そこからこう生まれる研究とまさになんかこう世界が変わっていくこう、まあ、瞬間というか渦中、うん、えのところに、うん、16歳とかで行って、えー、なんか自分もそういうふうにこうグローバルに影響を与えられたりとか、まあ、世界のいろんな人材と仕事をして、まあ、社会で貢献できるようになりたいみたいなの漠然と若い頃若い頃ってあれですけど10代ぐらいから。うん うんうんそうんえー、すごく思っててその海外への思考みたいのは結構強かったですねうん,、うん、うんなるほどなるほど部活でテニスしたりとか、うんえー、毎日友達とカラオケ行ったりとかうんうんうん なんかファミレス行ったりとかももちろんしてたんですけどそこはすごくありましたねうんうん、うん。なるほどなるほど。その、まあ、16歳でケンブリッジ大学に、えー、と留学をされる前からそうすると,、えー、と海外への憧れっていうのは自然ともうちょっと漠然と行きたいなっていうのは思ってたんですかね。そうですねもう親がその石油関係の仕事をしていてサウ、うん、ジアラビアに転勤して僕らも行ってたりとかあそいろん,、ね、んな国に行ってたんで。ううううんうんうん、うん ありましたな親の影響かもしれないですけど言葉っていう意味でももうそのイギリスに行く段階では割とんだろうなある程度単語も分かるし自分でも喋れるっていう感じのレベル感だったんですかいやイギリスではもう全然できなくて学内選抜だけなんでその学校のやつそんなに、ね、頑張るやつもそんなにいないのでそうだったんですけど <laughs>、はい、いやその時にやっぱその ま,あまず帰国子女の子が結構そこに多く来てて自分の高校から出国していてその子たちとの差というかめちゃくちゃの子たちはもうなんかこう英才教育みたいなのを受けてできてて現地のいろんな大学の教授とかと話せて見えてる世界が全然違うなとでも自分もそれ勉強さえすればそ,のそもそも自分がアクセスできる人の人口もめちゃくちゃ増えるしそもそも人生の可能性、うんえー まあもちろんそれはこう恋愛とかもそうですよねアクセスできるし、うん、仕事でもそうですしっていうのをすごく16歳の時に痛感をしてうん、うん、そこから結構、えー、頑張って勉強したって感じですかね。うん<と>なるほどなるほど、まあ、同世代を見てちょっと焦りを感じるとともにでも別にそれって自分にだって不可能ではないよねと勉強したりやったらやっただけ人生の可能性は広がるよねっていうふうに感じた。 そうですなんか先ほどのコミュニケーションとかノリのところで行くと僕が一番人気者だったんですよね。あ言葉は関係なくな。そうですね、なんでこれ、自分の言葉を覚えたら、結構、ここの秀才たちとおか面白いことができるか、うん、まあその時は全然よく分かってなかったんですけど、ちょっと調子に乗ってたというか、思って、僕そ、うんうん、の未来に対してポジティブに。うん 当時中高とかってこうなんとなく過ごす感じがあると思うんですけどもそ,その経験がすごこでああの言葉っていうところはもっと自分よりすごい人はいるけれども確実にコミュニケーション能力っていうのは自分の他人と比べた時に自分の強みになるなっていうのは。 見つけられたたっていいうところだったんですかねね思ました、ね、その時は、うんうん、なるほどなるほどかつそのさっきおっしゃってたその世界最高峰の教育であったりまさに今変わっていくっていうのを肌で実感されたれで自分もそこの中に入っていきたいっていうふうに思ってたっていうところだったんですね。はい なるほど、なるほど。もう今のお話聞いてると本当に何だろうな。そこからもう右肩上がりなのかなと思いきや、まず高校時代でえっと今回ちょっとライフログには記載はされてなかったんですが、結構ちょっと暗黒の高校時代が <laughs> あったと思っていて、あのブログへ来ていただいてありがとうございます。何でもないです。<laughs> こちらお話できる範囲で構わないんですが、すはい、ぜひ伺ってください。海外良かったなと思うのもそうなんですけど、<あ>やっぱその高校が つまりその日本の高校があんまりよくよくないまあそれはね僕がそこらも活躍できなかったからだと思うんですけどもうん、うん、やっぱその目立つやつとか、えー、すごいってなるやつがやっぱりそのバンドできるやつ部活の特にその花形のサッカーとかぐらいで,でなんかそれ以外のやつはなんかあんまりそのなんか なん、なんていうんですかね、なんか、シャシャルなみたいな。うん,う,んう,んうん、うん、うん。僕は特に、その、結構伝統的な中高だったので。はい,は,いはい、はい、はい。よかったし、えー、なんか、こう、部活を、花形の部活を三年、歯を食いしばってやるのが。うん、ええー、一、なんか、こう、偉いというか。うん、うんえー。みたいなのがあって。僕は、部活もすぐ、えー、合わなくて、やめちゃう、う中学は。テニスちゃんとやってたんですけど、僕は、なんか、こう。合わなかったし。うんうん、えー、なんか。 じゃあ海外行きたいと海外留学するみたいな人も、まあ、帰国子女とかならまあいいけど、うん、そうじゃないな僕の友達の何人か、えー、挑戦した人がいてフランス行ったりとかする人なんですけどうん、うん、やっぱすごい影でめっちゃバカにするみたいなのがあって、うん、すごいまあだから <laughs> その挑戦する人をそ,のそんなに大学の中のヒエロギ高くない大学じゃない中高の日高くない人たちが挑戦するのを、うん、みたいなのもすごくあって。 で僕もそのなんかいわゆるイケてる部活とかでも全然なかったですし、うん、バンドに行けてなかったんでなんかその挑戦自体をためらってしまったりというか時には挑戦してるやつを叩いてしまったりとかケ、うんえー、ンブリッジ行って頑張りたいと言いつつもなんか。うんうんうん 結局は、なんかその超狭い高校っていうすごい狭い世界を気にして挑戦しきれ、まあ結局僕は日本大学にも行きますし、あの海外大学に挑戦できてな,かなくて、それは今でもめちゃめちゃ心残りなんですけど、そのやりたいことをし殺して挑戦できなかったっていうのが本当に、えっ、ー、と、ケンブリッジとか行ってたのたにかかわらずできなかったっていうのが心残り。うんまあ今はすごくそれが。 バネというかなななってたすけどどどもありましたねるいろいろ、うん、るほどなるほど確かに本当に中学校高校の時代ってその世界が全てというか先ほど狭い世界っておっしゃられてますけどなかなかその中でじゃあ,あの上に上るとか別にそこで1番を取ったからといってそれが世界基準ではないんだけれども価値観としてはそうなりがちな時期というか。<laughs> <laughs> でもすごくちょっと意外だなと思ったのが、まあ、あの先ほどおっしゃってたスポーツとかバンドっていうところはまあ自分とそんなにはまらなかったけれども野尻、まあ、あののさんにはその今まで培われてきたコミュニケーション能力っていうところがあると思うので、まあ、いわゆる例えばお笑いキャラとかいじられキャラみたいな路線で注目をっていう感じではなかったですか、ね、いやそうですね全然いじられキャラだったんですけどうん、うん、いじでもなんか何ですか、うん 合わせてましたね周りになるほど自分を自分はもっと挑戦したかったしそもそも僕と同い年でめっちゃ挑戦してる人とかハーバード行ったりとかサーフォード目指す人もずっと分かりつつまあんか自分はなんかこう7でいいやというかほとんどでいいやみたいなもう日本のこの有名な私立行けたらいいやぐらいの。 うん,うん、うん、まあちょっと思っちゃってたなっていうのは。なんか当時はあんまり思わなかったんですけど、ま、うん、振り返るとすごい機会損失だったな。っていうのはすごいありますね。なんかその悔しさが今でも。すごい溢れて。 大学になって海外進学する、うん、えと高校生を応援するような H ラボってったりとかし、うんはい、たりした時にもさらに思いましたねうん、うんうん、なるほど自分がその時期にこういうことをやっていたらっていうちょっと後悔や,や,やりたかったのになんかそのいろいろな言い訳をしてやれやれやんなかったっていう高校、うん、ってめちゃめちゃチャンスでやってるしサポーターも本当に多い中でなんかそうい、ん、うの、ん やりきれなかったって、やっぱす、すめちゃめちゃ悔しいですね。今で。うん、なるほど、なるほど。まあ、先ほどバネというふうにおっしゃられたように、それが、まあ、今のある種。一部原動力になって、ところもあるっていうことなんですね。そうですね。めちゃめちゃ。あると思います。うん,うん、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 うん。そこから、その挑戦できるようになった、まあ、要因の一つとして、恩師との出会いっていうところもあると思うんですが。 <laughs> んブログで非常にまとめていただいてたので <laughs> まあそれ以上のもちろんブログでは出てないお話も伺っていければと思うんですがやっぱりそこってちょっと外せないかなとは思うのでそこについても少し伺わせていただいてもよろしいですかあそうですねなんかえっ、ー、とまあやっぱり高校うちの,その高校は結構自由主義というか例えばそのラグビー部だったらラグビー部の顧問 えー、もうラグビーに青春を捧げて、でその子もめっちゃ仲良くなるみたいな。うんうん、それ以外はなんかもう結構、法人というか、その先生との関係値もすごい濃くなる人は結構少ない感じだったんですけど、まあ、部活が全てみたいな感じだったんですけど、うんえー、僕は、えー、と部活を早々に辞めてしまって、であれではあったんですけど、そのケンブリッジに行った時にあった英語の先生がいて、うんはい、その先生がもうめちゃめちゃ えとチャンスを回してくれて例えばえっ、ー、と留学帰った後にもなんかこう僕そんなに帰国子女のこと比べたら全然英語できないんですけど、うん、あの留学生のバディとかにも毎回ええー、あんたやりなさいみたいになったりとかこういうなんかこう日韓のこういう交流なんかこう、えー、日韓の青年が話し合って今後の日韓の未来を、うんえー、考えてなんかその麻生太郎の何か,かの えー、機関に <laughs> 提案すするみたいいななよくわかんないですけど、うん、とかそういう,こう一見見つからないようなでもすごく深くてもちろん一般的に無料だったりするような、うんえー、合宿とかをもうどんどん僕に紹介してくれて、うん、英語を勉強しても,もっと世界に羽ばたい,羽ばたいてっていうか、うん、あのこんなとこで終わっちゃダメだよみたいなのをずっと言ってくれた先生が、うん まあ、その先生がいたんですけど結局その大海外進学挑戦できなかったんですけど、うん、でも当時そのすごく肯定を、うんえー、してくれたで自分の可能性をすごく、うんえー、信じてくれた先生がいてそれはすすごく大きかったですねなるほどなるほど今の野尻さんから過去の野尻さんを見た時になんでその先生は自分の可能性を信じてくれたんだなとかって思うところはありますか 1まあ一個はその普段留学とか一緒にいたんでいろんなアクティビティとか一緒にやってまあオスとされてたんでその自分が勉強とかあ普段の学校生活以外で見せるようなところとかを結構見てもらったりとかえっとまあ日本人やっぱりそのどうしてもみんなシャイだったりとかするとまあ僕は結構ちょっとそのまあえ明るいというか。 でそれは結構海外の人とマッチしたりとかしてなんかそういうところをなんかまあ評価してくれるうん、うん、その部活とか、えー、そういう勉強以外のところでのでも大事なところというか、えー、ポテンシャルを見いだしてくれる。 ところがあったなと思いますね。うん、なるほど、なるほど。その英語の学力が高いとかそういったところだけではなくて、やっぱりそのコミュニケーション能力であったり、この子はもっと海外に行ってこの先もどん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 伸びていくであろうっていうような選挙の名があったっていうところだった。<laughs> そうそう、まあ、どんぐらいあの言ってたかわかんないですけど、とりあえずまあ僕も。 それぐらいしか、本当で、勉強、とそれぐらいしかやることなかったんで。うん,う,んうん、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 なるほど、なるほど。勉強面っていうのは、割ともう小中高ずっと、ご自身の中でも好きっていう感覚だったんですかね。うん、と、小学校までは結構好きで。うん,うん、んう,んうん、まだかも、でき、え、で、すごくできて。うん。え、でも、中高で受験をして。はい。 えーと私立の中高一貫に行ったんですけど、はい、そこだとやっぱまあ優秀なやつは自分よりもめちゃくちゃ行ったんで、うん、うん、あでもそうですよね、なんかこう素直こなしてたって感じではあると思う。うん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 。なるほどなるほど。ここで別に一番思もっていうところの感覚ではなかったけれども、まああのやることはきっちりやるし、それが苦手意識とか嫌いとかっていうところではなかったっていうところなんですね。そうですね。なんかずっとその勉強ルー部活でも何でもいいんで。うん 自分が人生をかけて登る山みたいなのが何だろうみたいなのを中古はすごく悩んでたなまあ今もそうなんですけどその後 ICU の方に進学をされると思うんですがその時も先ほどおっしゃってた海外大学っていうのはちょっと頭に行きたいなっていうのはありつつも挑戦できなかったっていうところだったそうですね挑戦 しなくてで、うん、えっと、日本を向けて、で、第一志望の大学を落ちてしまって、で、残ったシリ、えー私立の大学の中で一番グローバル。プラスもう一回その海外に挑戦、うんまあ、大学院もそうですし、うん、留学プログラムもそうですって考えたときに、 えー ICU、にしたって感じです、ねうんうんうん、なるほどなるほどでは、えっと、海外の大学には進まなかったけれどもその行ってから留学をしようであったりとかプラスで進学をしようっていうところは結構入る前からで、まあ、言いい当時は言い,言い訳しちゃったんですけどそうまだ海外で何かって思いが強かったですねなるほどなるほど本当はそのステップで行った方が絶対に、うん えーまあ、今、今ドーナツか分からないんですけど、保守的な選択の中の一番チャレンジングな大学にしたって感じですかね。なんか他の人は、いや、受かった大学の中でもっとそっちの方がいいよとか、もあったんだけど、うん、そこはなるほど、なるほど。その先にやっぱり海外っていうところにつながりそうな選択を選んだっていうところだったんですね。 大学に入学されてからは結構サークル三昧って言い、はい、てたらもうサークル大好きになっちゃってめちゃめちゃいわゆる大学生みたいなすごいギラついた思いで入ったんですけど <laughs> サークル大好きで <laughs>、えー、そうですね飲み会とかもそうですしうん,、うん、なんかそういう ちょっと楽しんじ楽しんでましたすごい。うん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 。それはもうやっぱ入学して大学キラキラっていうまあちょっとあるあるでもあるとは思うんですが。あるあるでした。<laughs> <laughs> 実際にされてたのは演劇と合唱になるんですね。そうですね。うん,うんうんうん。なんかちょっといろいろ活動がなんか一年生ってあるんですよね。はい、なんでそう,う、はい。はめっちゃやって。うん。えー、って感じでしたね。うん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 。 まあ当時はもう主役しかやりたくないっていうふうに <laughs> 読んでとか。<laughs> ご自身が発信をしてくださってたので。でくらいなのに、まあ、どの辺で何であれちょっと違うかもしれないっていうのはなられたんですかね そうですなんか4年かけてみんなこうサークルの卒業とかいろいろやるんですけどいろいろやった結果1年生の後半ぐらいからこれ4年かけるのはちょっと違うというか、うんまあ、ICU で海外がすごくみんな、えー、とすごく関心があって国、はい、連行くとかいろいろあってきたんですけど意外にその先輩とかのキャリアを見てもうん、うん、まあ まあ、もちろんみんないい会社に行って、えーうん、いい感じな就職はするんですけども、うん、圧倒的なんですかね、うん、こう独自のキャリアとか、うんえー、道に進んでる人はあんまりいなくて、うんえー、でまあ数年後の自分の先輩まあ例えば ICU で社会に出てる先輩と結構会い,会いに行きまくったりとかした時に、うん、あこうなんとなくこの今の生活をしてたら、うんでまあ、卒業をしたら、まあ、こういう感じになるんだろうなっていうのは。うんでまあ、その 有名な会社とかちょっと年収いい会社行って働くみたいな。はいうん、でもちょっとそれ今このまま、まあ、もしかしたらそうなるかもしれないんですけど就職した時に、うん、もっと他の選択肢を得れる立場にいたいなっていうのをすごく1年の後半で思ってきて、うん、プラスでその、うん、まあ学外とかもちろんその僕の同世代でそれこそスタンフォ、うんうん、ールとか ハーバードとかあとも東大とかわかんないですけどいろいろ挑戦して起業してるやつもいてえなんかこうちょっと学外で自分の力も試したいしその将来もう,もう少しこうレバレッジがかかるというか自分の将来はクレイジーになる方向でもう考えていいんじゃないかなと思っていろいろ。 その時から学外に活動を始めたって感じです、ね、うーんなるほどなるほど。まあもうじゃあ実際1年生の後半ぐらいから自分の将来とキャリアっていうところは少しずつ意識し始めてまあ実際その社会人になった方に会いに行ってみておやおやちょっとこれは自分の描きたい部分とはちょっと違うぞっていう違和感を感じ始めたっていうところだったんですね。そううですね、まあ、あの全然み皆さん素晴らしいキャリアだなと思った反面、まあ、もうちょっ きれいにまとまるというかまあいろいろ減ってきれあの就職したかもしれないんですけどんかこうそうですねんかもう少しこれ以外のキャリアパスというかルートを見たいなと思ってなるほどなるほど。ある種その引かれた線路とか枠っていうのをやっぱり飛び越えたいっていう野尻さんの。 思いっていうのは、どこからやってくるんですかね。ずっと持ってたものなんですかね。でも。でもその、やっぱ、正規、あ、そうそう、中高の名前言ってたんですけど。高校 <laughs> の時に、やっぱり、その、<laughs> ザ、線路だったんですよね。はい。ええと、中学。 えこう中学はまあ普通に勉その時から受験のための勉強が始まってて日本のいい大学に入れるみたいな大まかな流れの中に自分が沿って外れたいなと思ったけど外れれなかったみたいなのがすごくあって大学もある意味えとその大学はそのちょっとまあチャレンジングというか他の人だと多分違う大学に 部活の中でも違う大学に行ったと思うんですけど、うん、ICU にこうあえてまあ攻めの選択をしてきたんでうん、うん、まここでただ結構意外に ICU も行ったらなんかその割とみんなちゃんとちゃんとしてるという手堅くいその行っていたと中で、えーとまあ、せっかくそもそも大学進学の時点で、うん、まあちょっと海外進学も行けなかったしでかつ日本の中でチャレンジングなことをしたんで、うん、ここ ちょっと突き抜けるしかないというかすげえ大学生にならなきゃ、まあ、どうせだのすげえ大学生にあって、うん、あそいつらが何してるかとか、まあ、そいつらと何をしていくかとか、うん、自分が社会にどう貢献していくかっていうのをゼロベースで考えたいなっていう時期ですね。 思った部分であったりとか、まあ、このままだとそのルートに乗ってる乗ってたそしてまあ挑戦できなかったというふうにおっしゃってましたがあの大学っていうところとあまり変化がないぞとそれよりも突き抜けた一分はこの枠線路からは飛び越えていきたいっていうふうに思ったっていうところと若かったんで19とか20だとか <laughs> やもう全然先輩大したことないじゃんみたいな <laughs> <laughs>、えー、思ったしそうですね、うん あなるほどそういう意味でいうとそのなんだろうなえっと比べてすごい熊の上の存在だなというよりはこれだったら自分もむしろ戦っていけるに挑戦していけるなっていうふうに感じたっていうところだったんですか同世代を見て感じましたね同世代もそうですし、うん、先輩もそうですしそのあと外出ていかに自分がその狭いコミュニティにいたかっていうのを痛感する出来事があるんですけど <laughs>、はい、当時は。はい そこが時期的にはサイバーエージェントでの挫折っていうところにあっそうですねちょっと前ぐらいから大体こういう僕みたいな大学生って起業したいってなるんですよね。あれで長期インターンするか、はい、えと起業したいかなるかって二パターン、はい、で僕は起業したいってなって今でもすごくお世話になってる経営者人の、はい。 メンターというか師匠に出会いまして。で、まあ、ザ・スタートアップの経営者だったんですね、その人が。でも、めちゃくちゃ憧れてしまいまして。かっこいいなと。で、えっ、ー、と、サイバーエージェントがちょうどその、まあ、起業家インターンを募集しますと。はい。で、えー、ここから起業できたやつは、えーまあ、起業するためのサポートめっちゃしますし、うんうん、できたやつはサイバーエージェントキャピタルっていう、まあ、ベンチャーのファンドから、うん、はい。仕向けれますみたいな。はいで そこに、まあえー、と選んでいただいて。ただですねで、当時のメンバーだと,、えー、と、結構今活躍してるやつ多いんですよね。あのタイミーっていう、今時間のバイトの子とかもいたりとか、ペンギンの今 YouTube のエンタメの企業をやってる。今思うと結構すごい、学生企業からニュースになるんですけど。うん やつらがすごくいる中で、うん、僕は全然やりきれなくて何か企業大変だし思ってたより違うなみたいな感じで逃げるようにドイツ留学に行ってしまったっていうのが1つ目ですね。でそそのの時に自分をこう信じていた <laughs> 結構その 倍率が高かったっぽくて僕は全然実績なかったんですけどこう持ち前のこのプレゼントというかうん、うん、魅力でやりますみたいな感じで言ってうん、うん、でも挫折しちゃって選うん、うん、でいただいて初めてその大人の担当者の人をこう裏切ってしまうというか今は今では結局その後最近、うん、再開して別のピッチイベント再開してすいませんでしたってちゃんと謝ることができたんですけど、うん、5年ぐらい前のあの時は まあもうまあ、信頼を失ったし、その人もいわゆるそのスタートアップというか社会、この IT 業界の中の、うんえー、すごく、えー、重,要重要というか、まあ、影響力の人の信頼を失、うんうん、ってしまったなっていう、まあ、結構当時は悩んだし、うん、いや、俺、これ就職とかにも、まあ、ちょっと野暮なんですけど。 出来事がありましたねうまくいかなかったなっていうのは、まあ、少し具体的に言うとどのあたりが自分としては納得まあ自分としてもそうですしあの結果として出せなかったなっていうところなんですかね。なんか当時こう持てないやつをみたいなサービスで全然ダメだったんですけどそのなんかこうやっぱプロ自分がやってるサービスをどれだけ愛せるかとか課題に対して解決する課題 対してどれだけ自分ごとにしてある意味る、えー、起用すると100のうち99は大変だしいいことやってるのにもかかわらずなんか SNS で批判されたりとかする中ででもたまにいい,いいことが起こる一というかでも成し遂げたいっていう位に対して自分がその覚悟を持ちきれなかったというか持てないやつを救うみたいなサービスの時にいやでも自分が批判されても持てない。うんうん 日本の本当のその少子高齢化の課題とか晩婚か未婚かの課題とかそういったところに本当にコミットしていく覚悟があるかなかったかでいうと全然なくてファッションみたいな感じだったんで全然ダメだったなってもう仮説検証のなんかこうヒアリングする時点で。 なるほど課題をまあ自分ごとと感じて本当にプロダクトを背負っていくっていうところが、まあ、ある種この経験が本当にその起業ってそうなんだっていうのをまあ実感した出来事でもあったもっとカジュアルに思っていたけれども、まあ、それがこけたら本当に自分も叩かれるだけじゃなくて他の人にも迷惑をかけかいやいやかかのをうん、うん まあかつその自分を信じてくれたサイバーエ,サイバー,エージェントの,人事,の,人,のなんか人事というか投資家の人の運用を失うっていう一つでこう代償を払って学んだというすごくそうですね今はすごく大事だ大事というかまあそれ生か,し生かせてるなと思うんですけど当時はもうちょっと。 落ち込んでましたね。<laughs> そうですよね。確かに今その経験があってあるのとないのとで、ご自身で起業されるっていうところってすごく大きな違いだと思うので、まあ、もちろん結果論でしかないけれども、今見たらすごく。それ大きな代償だったけれども、得るものも大きかったっていうところだったんですね。はい、なるほど。ありがとうございます。で、その後えっと今先ほどもおっしゃられたドイツ留学の方に行かれると思うんですが。 ここから、はいはい、ドイツ留学から、えー、とモンゴルの方に出会う、まあ、その流れ少しお話をお伺いしてもよろしいでしょうかそうですね、ドイツ留学にちょっとある意味逃げるように行ってしまうというか、サイバーのが、えー、ダメで、うん、でも Facebook を開くとそこに参加してたやつが、えー、1億円調達とか、うんえー、10億円調達とかドコドコと、どことこと丸いグループと定携みたいなので、同世代のやつ。 自分はなんかこういう人たちと一緒にこういうやつらとこうしのぎを削りながらなんかこうえ成長していきたいと思ってたのになんか結局自分は挫折をしてしまってでまあドイツにいるみたいなでまあドイツはやっぱ留学が楽しいんでもういろんな海外のやつらとえーパーティーしたりとかえ毎日お酒飲んだりとかも勉強より全然そっちの方ばっかをしていてえなんだかなとは思いつつまあでもここ自分はやっぱり一つの海外とか えー、まあその異文化の中で何かを生み出すってところがやっぱりその自分としては、えー、果たせることなんじゃないかっていうのを思い直しましてもここは思いっきり自分が次人生をかける場所を、うん、え領域を探す時間だと振り切りまして。 でえっ、ー、と奨学金をいただいてたんですけど、も、まあ、本当申し訳ないんですけど、はい、全然授業に行かずに、うんえー、いろんな国ですねあの、500円とかワンコインでルーマニアとか、そのまあヨーロッパで安い。旅行をしまくって、かつその当時は、えー、とヨーロッパのところでまあ、モテたいなとすごく思ってたので、いろんな国にこう。 <laughs> モテ <laughs>、はい、どの時に自分モテるのかとか <laughs> フィット感を持ってできるのかっていうのを全然ふざける地区じゃなくてもめちゃめちゃ真剣にやってて <laughs>、はい、当時そうですね返したブログとか読んでたと頂い,いたかもしれないんですけど <laughs> すごくバズったりとか深夜ある20、えー、採択してもらうぐらいその時のこうモテるモテたいみたいな情熱が強くて <laughs> でその中で出会ったのがモンゴル。 いろんな国にあったんですけどマイナーな国ほど、うんえー、実は新日の人が多くて日本語を勉強してたりとか、うんうん、で日本人の僕と出会うだけでも,なんかも夢が叶ったみたいに言ってくれたりとか、うんえー、日本人のあなただから信用しますみたいに言ってくれたりして、うん、この時にこう自分が日本人であるってことをすごく意識するのと日本人だからの自分がこう,こういう まあ世界からそんな注目されてない国々のみんなに何ができるかっていうのをうすごく考え始めたタイミングでうん、うん、でモンゴルっていう、まあ、すごく親日で日本からに近いにもかかわらずあまり知られてなくて、うん、大自然だったりとか遊牧民の文化3000年続くものがあってこれは事業か自分がしなくて誰がするんだみたいな思って、えー、と去年から。 起業したという形ですねうんなるほどなるほどありがとうございますここでもう、まあ、海外に行ってここで探すんだっていうのを思いながら探してたところまあ先ほどおっしゃったフィット感っていうのがまあモンゴルにご自身は一番感じることができたそうですモンゴル以外でもそれこそウクライナとか、うん リトアニアとかでも事業やろうみたいになったんですけどここは1か国目ど,ど,ど,どこからやると、まあうん、事業としてもヒットが打てて売り上げが出て、うん、かつその自流があって自分もこういう、うん、まあメディアに出たりとか、うん、ある意味そのちょっとずつ認知を一番効率よく広げられるかなと思った時にモンゴルがその、まあ、コロナだったりとかこのキャンプブームっていう台頭があって。 デカップリオが実は1000万払って冒険旅行しに来てるみたいな。でもで、海外のセレブはもすごく冒険をしに来て馬に乗りに来て、うん、でも日本ではそういうやってるサービスがないというところで、えー、それをリメイクしたサバイバルキャンプを。ウクライナでの,その IT の、はいえー、チームを組んで受託するとかもいろいろあったんですけど、うんうん、一番その自由に乗った、うんうん、でかつ、えーまあ、スケールというか、ヘコン マーケットが伸びていくところはどこかと考えた時にご自身の価値観っていうのはもちろんあるけれども、えー、とやっぱりそこに対する事業化した時のスケールだったりマーケットであったりそこに対するあのなんだろうな自分がまあここだっていうふうに思ったっていうのはその戦略的な側面も結構大きかったっていうところだった。 まあそうですね半分はもちろんパッションっていうか遊牧民って、えー、とこれずっと続いてる経済、えー、文化なんですけど、はい、初めて訪れてきた人には絶対に歓迎をすると。うんうん、で例えば日本人の僕らであってもこうゲル途中で馬が疲れちゃって休憩したりするんですけど、うん、そこの近くにゲルがあると歓迎、はいえー、してくれて、まあ、バニューシュっていうすごいまずい伝統的な <laughs> 出してくれ はい、で,でも素晴らしい文化だなとその自分たちが困った時に誰かに助けてもらうっていう安心感とか信頼があるから自分も同じことをしてあげるっていう,うん、うん、そういう総合みたいな経済圏があってうん、うん、でそれの中心にゲルがあって、うん、オール自然の中で作るでこういうような関係と価値観っていうのはうん、うん、特にここコロナが終わったあと。うんえー そのいわゆる当たり前今まで大事な人と一緒に過ごすと当たり前だったのはコロナで当たり前じゃなくなった中でこういうようなゲルみたいに、うん、え大事な人とゆっくり過ごすとか隣人を歓迎するみたいなのは絶対に必要な価値観になるなってそれがすごく、うん、まあ僕も自身も体感して良、ねうんえー、かったしキャンプの参加者もみんなこのゲルでの体験が忘れられないとなぜかゲルで過ごすと今まで知らなかった人たちに対して急にこう自分の過去の話を開示したりとか。うん 何歳に生まれるみたいなのがあって、うん、これはすごくいいなっていう。自分が体感してもものすごく良かったし、事、うんえー、業としてやる意味もあるなと思ったし、あとマーケットのところですね。うんうん、そんなものが揃って、うんうん、じゃあ一つ目、モンゴルから始めようと。でも世界中で事業やりたいんだけど、一カ国目はモンゴルで始めるのがまあ数字が良さそうだなっていうのはすごく。まあ裁判の時とかはもうただ言ってるだけだったんで、やちゃん実現可能性と山の登り方をこうクリアに、はい。 しなるほどなるほどありがとうございますそういったその実現可能性の部分もちろんパッションと今おっしゃってたような実現可能性の部分っていうのはをまあんだろうな図れ、えっと、る,るようになったっていうのは、まあ、もちろんサイバーエージェントでのご経験であったりとか今までされてたやっぱりインターンとかから学ぶものっていうのは多かったですかそうですねイン,タ、まあ、インターンまあインターンうん そう、インターンがあんま役だったか、ちょっと。はい。えっと、まあ、僕が起業するのも大学、去年、えー、一昨年から四年生なので。はい。えっ、ー、と、新卒っていうカードを捨てると。そうですね。えー、新卒というカードを捨ててやるています、ねはい。はい。まあ、それでも、僕は、うん、えっと、そもそも、就職するか起業するかで。うん、新卒で、まあ、いくつか内定をいただいたりとか。 えっとする中でまあそういういただいた会社で2年働くのかそれとも起業して2年働くのかで,で起業した方が2年働いて人生にも能力にも全部レバレしがかかったよねっていう言える状態を作りたくてでそれを逆算した時にま,あまず確実にえ売上が上がんなくちゃいけないっていうのと人気が取れなきゃいけないっていうところとまあニッチなマーケットで攻めなきゃいけないえーでもスケールというか将来の階段の世界中で、えー やるっていうまあビジョンがあってちゃんとそのステップがクリアにじゃなきゃいけないみたいないくつかのうん、うん、まあこうもまあ本当にその新卒カードを捨てるんでガチでやらなきゃいけないっていうところで、はい、えー、すごく真剣には考えましたね。うん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 なるほどなるほどおそらくそのまあ今大学生であったりとかあとはもっと若手でやっぱり起業したいっていう人ってまあ、特にこの状況になってから まあ、増えている部分も、側面もあると思っていて。そうなった時に、その、なんだろうな。とはいえ、今までじゃ。 会社員でしたあるいは何も、まあ、何もではないですが大学生っていうところでいきなりそこのんだろうな、ね、作能的な戦略を立てるっていうところってすごく難しいと思っていて、うん、その野尻さんがそこをどういった形でまあ体感されつつ学ばれつつ、まあ、それがもちろんあるから今こういった形でえっと結果として少しずつ出てきているっていうところがあると思うのでそこの学びっていうのはどこで得たんだろうなっていうのがちょっと気になったポイントです、ね。確かになんかにに起業ししたたとはは全然こういうふうういふ語っっててなかったようなよ気も今 それこそこう株主とかが、えー、ベーキャピタルの投資家みたいな感じなんで、はい、もう資本主義ゴリゴリの人たちみたいなこ話してるんで、はい、はい、はい。僕が今から、えー、と TikTok みたいなサービスを作りますとか言っても多分、目で分かんないです。成功するかもしれないんですけど、えー、自分のフィット感と気の少なさ。うんうんうん でも需要があるかどうかのこの3つだけ意識すればいいなと思っていて例えば、えー、モンゴルって、えー、と自分のフィットカーはまあ世界を回ってモンゴルっていうなかなかネットに情報が落ちてないけども素晴らしい人でやった。はい こうい人たちのみんなと一緒に授業やりたいっていうフィット感と、うん、敵の少なさだったら、えー、とモンゴルの旅行会社とかゲル売ってる会社を調べると分かるんですけど、うん、めっちゃいけてないんですよね。うん、<laughs> でマーケティングも絶対分かってないと思うし案の定分かってなくて僕らがシェアが取れたんですけど、うんえー、敵の少なさがそこ、うんで。ニーズがあるかっていうのもでもとはいえ HIS、ー、がキャンプやってたりとか検索ワード調べてもモンゴル旅行とか。えー 大型テント買いたいとかがあった時に、まあ、これにニーズがあるだろうとこの3つが揃った時にじゃあ自分がフィット感ってやりきれそうで敵が少なくてかつ、えー、世の中に需要があるっていうのは一、うん、つこう事業を自分はスタートしていいポイントだとは思っていてそこからどんどんそのトラクションが生まれたりとか、うん、そうやっていく中で次の ステップとか解像度が上がってくるんで、うん、ま一旦その3つがあったら、うんえー、スタートアップかどうかは別として、うん、そのスモールビジネスとして起業というのは、うんえー、その3つで全然いいなと思います、うんうん、なるほどこれ結構このユニーク世代29歳世代で起業したい方っていうのはすごく参考になるんじゃないかなというふうに思っていて。 やっぱり最初ってその、まあ、自分のフィット感とか自分の好きっていうところもちろんその,の原動力も大事だけれどもそこと何をじゃそれ以外に見たらいいんだろうっていうのが分からないことって、まあ、あると思っていて、まあ、そこでその敵の少なさとニーズがあるかどうかっていうふうに言ってもらえると調べ方とかあるいは想像がつきやすいというかすごくもっと難しい話をしてしまうと感覚的なとところで全然いいと思い思ますあと2つ結構大事だなと思ったのがあって。はい えとこれは後付けで思ったんですけど、一つがタグを取るっていうことで。タグを取る、はい。例えば、僕だったらモンゴルでビジネスをしてるやつっていうと、多分日本のスタートアップ界隈だと、まあ僕ぐらいしかいないんで、モンゴルといえば、ノジリクみたいになるんですよね。モンゴルといえばってなる人が少ないんですけど、例えば、企業1年目の時にパナソニックさんから急に連絡があって、モンゴルで環境事業をやりたいんだけど、ぜひ、動揺してくれないかと。でもそれは、えっと、 モンゴルのそういう環境問題とかに目をつけてるんだけど実際問題行った人もいないし分からなくて協力してくれる人を探してでモンゴルに詳しくかつ現地で活動してる人に声をかけたみたいな感じでモンゴル君ってパナソニックの人から言われてるんでモンゴルといえば誰誰みたいなっていうニッチでもいいんでタグを取るとすごく仕事も来やすいですし2つの人が。 例えば動画といえば誰々ってすごく難しいと思うんですけどなんだろう僕の友達でえっ、ー、と医療向けのチョコレートつく、えー、か完全食チョコレート世界全体チョコレートっていうのを作ってるやつがいて、はい、その、うん、なんかのこの病気で他の食材食べれなくてもなんかとか食べれるチョコレートみたいの作ってるやつがいて、うん、そういうような、まあ、すごくニッチかもしれないんですけどタグを取るそういう え世界一優しいチョコレートっていうタグとかそういうタグを取るっていうのがすごく、うんえー、大事でで1つ目が、えー、あもう1つ目が、えー、とどのぐらいレバレッジがかかるかっていうのを考えた方がよくて仕事今の仕事2年やるのと、うん、起業したいと思うプランを2年やった時にどっちが、まあ、人生やクレイジーになるかというか可能性が、うん。 広ががるかってていうのを考えた方く僕だったらこのモンゴルって未開の地で2年活動した方が確実に将来的に、うんえー、語れる話だって増えるなと思って参入したんですけどまあなんかその自分がやろうとしてるアイディアが、まあ、ちょっと。えー ありふれたものとか最近の流行りのものとかだと2年やっても何も,何ものにもなれなくてじゃあ2年した方が良かったじゃんとかそこで修正した方が良かったじゃんって話にもなると思うんでそのレバチがかかるかっていうところとうん、うん、最初に言ったタグを取れるかっていうところも結構最初は意識するとよりアイデアが洗練されるかなと思います。うん、なるほどありがとううございますす本当そうですね確かに 野りさん自身も最初にじゃあモンゴルでって思った時パナソニックからモン,ゴルモンゴルさんって言われるって思ってないじゃないですか、うん、<laughs> でもそこはそのモンゴルといえば野く君っていうタグを取得してたからこそ思ってもない方向から。 あの縁がつながったり話が来たりっていうことがあるし、まあ、非常に分かりやすいメッセージになりますよねもっと広く広げていこうってなった時になるほどなるほどありがとうございます絶対あれですねユニーク世代の,その起業をしたい人絶対のじ樹さんに壁打ちしてもらった方がいいですねだから僕モンゴルそれこそ当時は2回しか行ったことなかったんですよね 戦ってるフィールドがそれなんでも今ではもう実はもうモンゴルだけじゃなくて次はアフリカと中南米で事業がスタートしていって、うん、実はモンゴルから始まってるんだけど、うん、まあ令和を代表する商社,、うん、商社ですね三菱商事みたいな商社になりますと、うんうん、みたいな話をしてるとそういうところからニッチなところから入ってだんだん大きくなっていくっていう説明と。うんうんうん さらにこう納得感を持った話も聞いてもらえるんで最初のその取っかかりはすごい大事かもしれないです、ね、うんなるほどなるほどまあ今本当にそういった形で事業を進められていく中で、まあ、改めて野尻さんの強みっていうのはやっぱりコミュニケーション力になるんですかねまあ僕、えー、強みも弱みもすごい出てきて例えばコミュニケーション能力というか巻き込み力ですね僕の場合は。お金で 今回ちょっとまだ言えない投資家の方もいるんで多いんですけど、はい、僕らのこのステージだったりとかにするとかなり、えーまあ、一つはその日本生命さん日清キャピタルさんっていう、えー、ところにあの出資を受けるんですけど、はいはえー、すごくですね僕、えー、と多分皆さんが知ってるような、えー、多分、えー、ユニークー世代の人なら全員知ってるような方に応援をいただいたりとかしていてそこは。 全然別に実績もまだまだですしただその自分の巻き込み力と夢を語る力うん、うん、でなこ,のこの人の船に乗りたいって思ってもらう力は非常に、うんえー、高まったかなというふうに思っていたする力とか、えー、ですねあとお金をこう調達してくる力弱みもたくさんあって若、えー、い数字の計算がすごい苦手だったり距離先頭ができないとか。<laughs> 細かいのがすごく苦手なんで、ここはある意味えできるメンバーに任せ、うん、任せて、うんうん、の得意なところだけ発揮できるような、っていうのをすごく意識しています。うんなるほどなるほど、応援される力巻き込む力っていうところをまあ起業されたからこそより 意識をして自覚をしてそこをうまく生かして例えばお金を調達することであったりとか実際に、まあ、今回インタビューにも答えていただいてますがあの対外的に夢を語ることであったりとかより自分の得意っていうのを生かしているっていうところなんですね。そうですねそこにかなり一点突破してます最近サポーターをたくさん増やすっていうところですね。なるほどありがとうございます。 まだまだ全然私が聞きたいこともたくさんあるんですが <laughs>、ぜひご参加いただいている方にもあのご質問いただければと思っておりまして、まず今回、まあライティングいただくあの松本さん、ライティングいただくかつまあお友達っていうところもあるので、普段もお話しされているかもしれないんですが、もしできそうであればご質問等、いかがでしょうか。 すごい本当に野クを人を褒めるのがめちゃくちゃうまくて、うん、ない幼少期のなんか自分がすごい褒められてきた環境みたいなのがすごい影響してたんだなっていうのはすごい思いました。で、えっと、質問としてはなんかあの結構モンゴルにフォーカスする前はモテる授業みたいな、<laughs> モテたい人,<ー>い人みたいなところがあったと思うんですけど。はい それはなんか自分の実体験、なんかすごい、なんかそこが自分にとってのコンプレックスだったりしたからやりたいと思ったことだったんですかえっと、いや、モテなかったのはドイツ行ってからのがモテなかったから、いや、ど,どっちかっていうと、なんで、えー、っと、なんだろうな。なんか自分の周りにはもモテないやつがすごく多くて。 うん、えと自分も、まあ、まあそいつらよりはちょっとそのモテたというか、えー、と大学生的な感じだったんだけどでもなんかすごくいい奴らなのになんか <laughs> あのモテないみたいなですごく、えー、絵文字の使い方とかもすごく変みたいなよくわかんないですけど。 全然特に大きい深い課題なかったですね。なんかそういうやつらになんかしてあげたいみたいな、してあげたいでもないです。なんかとりあえず企業プラン出そうと思ったときに、なんかこう、モテるやつ向けのサービス作りますっていうのが、なんか、えー、ちょっと目立ったというか、僕のこう語りとかがあってですね、でも全然良、えー、くなかったです、それは。<laughs> なるほど。ありがとうございます。課題もなかったですね。ありがとうございます。 そうなんですね。なんか確かにカレンさんがおっしゃってる通り、あのサイバーエージェントでのご経験とか、あるいはえっと留学先での目的っていうところ、まあそれがもうそれだけでサイバー終わった後にドイツに行ったんですね。で、ドイツであんま持てなかったのは事実です。逆にドイツ行った後にサイバー行ったら良かったかもしれないですね。ああなるほどなるほど。持てなかった原体験を持って行ったらですね。違ったという。持たかったかもしれないですね。う いろんな国を回られて、逆に一番モテたなっていうとこだったとかありますか。一番モテたのは。ウクライナとかですね。へえ<ー>。ウクライナ。ルーマニア。ええ、リトアニア。うん,うん。と、東欧ですね、ハンガリーとか,ですか、ね。うん。あ、やっぱ、そこは国になるんですね。人というか。あ、もちろん人もそうで、で、例えば日本語勉強してる人とかは、やっぱり、その。打ち解けやすかったりとかも,もちろんするんですけど。うん,うん。うん。 なんかその党とかの方が親日度が増したかなとはああなるほどなるほど確かに入り口として親日で会ってくれると全然それは違いますよねその好意というか割とオープンなマインドでこっちも入っていけるのでそこがいきなりもう閉じられてるとなかなか詰めていけないじゃないですかやっぱり日本人の信用度とか、うん、えー それこそこ嘘をつかないみたいなのはすごい国際的にはブランドがあってここは非常に、えーとうん、日本人で社イであんまり世界に出ないんですけど、うん、絶対そのの信用はは使って、うん、えと新ししいいい挑戦とかをするのは絶対した方がなういう意味だと本当に自覚をした方がいいですよねそんだけその信用してもらえてるんだだからなんか遠慮してないで飛び込むんだっていう。いやめっちゃそうや超チャンスだと思います。うんうん あうぜひ、他ご参加いただいている方もチャット等々でご質問いただれてる方いるんですか。かそうですね今回、えっと、ゆかさんと HT さんがご参加いただいているので、もし音声オンにできそうであれば、ご質問いただければと思いますし、あの難しそうであれば、チャットでいただければ、この後拾ってご質問させていただければと思いますので、よろしくお願いします。 では先にです、ね、ちょっと最後のご質問私から2つさせていいただければと思いますまず1点目がやっぱりこれだけの,その圧倒的な行動量っていうのがどこから来るのかっていうところがすごくずっと通して疑問だなっていうふうに思っていてなかなかその今まであの心がもちろん折れることもあり、まあ、今の今までそれも踏まえて吸収されて でもやっぱ挑戦し続けることができるっていうのはものすごく野尻さんが持ってる力すごいなって思うところだなっていうふうに思っていてそれっ多分2つあって 1>,、はい、1個が、まあ、1個ちょっとか1つ目は格好こつけてしまうと、うん、やっぱりその志というか自分が社会に与え、まあ、他,者他者に貢献することがやっぱりその自分の幸せになると。うんえー 例えば今自分がやってるこのゲルの事業とか、はい、今,今後やっていくいろんな海外での事業はやっぱり僕がいないと、うんえー、多分やる人は少なかったもしくはいなかったかもしれなくてうん、うん、でもじゃあ今このゲルの事業で売り上げが少しずつ立ってきて、えー、と前回だと数千万ぐらい作,、えー、作ることができたとでまあそれって数千万って日本ではちっちゃいんですけど現地の人にとってはすごく大きなお金で。 でそれでもしかしたら、えー、と海外留学できるかもしれないとか子供が、えー、アメリカに留学してもしかしたら石油法と恋に落ちるかもしれないみたいなそういうこうある意味すごく前向きな妄想とかが生まれ出しているとで僕たちはこれをさまざまな国ですねまあ、今テストマーケしているのがケニアとメキシコとフランスとあと日本国内の伝統工芸品いくつかやってるんですけどそれがこうその それぞれの国の商品とかサービスを僕たちと一緒に紡いでヒートすることによってなんかこう私たちの文化が世界に受け入れられてるとか何か自分たちの人生ってもっともっと良くなれるんじゃないかみたいなのがここかなりリアルに感じてもらえる、えー、時間になってると。でそれはもう本当にみんなに感謝してもらってある意味一人一人の人生を変えるレベルでできていると感じていてまあそれはもうやるしかないというか今後、えー、ずっと自分が。 まあ今とにかく背負うものもそんなに少ないですしえ家族的やプライベート的な意味ではないんでえやるしかないなでやればやるほど感謝してもらえるし楽しいっていうのとえ2つ目がそのやっぱ挑戦は福利って聞いてくるっていうところで、はい。 えと最初はですねつらいんですけど例えば1年目起業してつらいなとかやっぱりそのいい企業行って商社行ってるやつとかはもう毎週合コン行って、うんえー、すげえモテてみたいな、えー、で僕は土日もオフィス泊まって仕事しててみたいなんですけど1年目やった大変なことが2年目すごい聞いてきてたまにじゃあもう自分ずっともう中学生の頃からこの人と仕事したいっていうか株主になってもらいたいっていう人に。 えー、なってもらえたりとか、一緒に山登っていきましょうとなったりとか。 去年その大変だった挑戦がだん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 福利として効いてきて、えー、次第には自分が見えてなかった景色ですね今望遠鏡で見ても霞んでしまうような景色に到達することができるっていうのを、えー、ずっと昔からちょっと小さな成長戦を進めてきたので分かってきていて、まあ、これは挑戦しない手はないとまあそのもちろんメンタル病んじゃったりとか、うん、死んじゃうとかそういうの以外は、うん、え挑戦した方が絶対にその福利として、うん、えよりまあ必ず自分の 見えてててなないいい、えー、景色ままででで到達させてくれるるるっていううん、確信ががああので、うん、そのそつすすねうんなるほどありがとうございますもう自分にしかできないことかつまあ周りが幸せになってくれること、まあ、これはやるしかないんじゃないかっていうところとあとはまあ今続けてる挑戦がもっともっと先先ほどレバレッジのお話もありましたが今,今この瞬間で出てるかどうかというよりはその先の未来につながっていくっていうところをまあ信じてるからこそ。 その行動今の行動量に落とし込めるっていうところなんです、ね。そうですね。まあもう全然足りてないんで、出さなきゃいけないなと思ってますね。なるほど、ありがとうございます。じゃそのまあ、挑戦を続けてももっともっと足りないというふうにもおっしゃってましたが、ぜひ野尻裕樹さんが今後どこへ向かうのか最後にお伺いできますでしょうか。<laughs> はい。え僕たちはですね、令和を代表する勝者になるということがえーはい、今もんも授業やってるんですけど、ミッションでして。うん 将来的にはですね、えー、まあ三菱商事とか伊藤忠、並ぶような会社になっていきたいと思っています。えー、まだまだですね、途上国、僕たちは、えー、途上国っていうあんま言い方はせずにですね、えーっと、してるんですけど、まだ注目されてない世界の国々で本当に素晴らしい文化とかプロダクトがたくさんあって、日本にも、えー、たくさんその伝統工芸とか地方の特産品とかあるんですけど、まだまだ紡がれてないんですね。そこを僕たちがマーケティングの力と、えー、まあ伴走する力と。 一緒に事業を紡いで、従来の商社にはできてないでも、僕たちのできる世界中のですね、商品グマーケットプレイスを作って、で世界中に、まあ、先ほど言ったように、まあ、ホープですね、えー、なんか自分たちこの会社とかかったらいけるんじゃないかみたいな機運をですね、世界中に残していくと、そんな会社になっていきたいというふうに思っております。もちろん株式会社として挑戦をして、上場も目指しておりますし、やりきれるというふうに。 思っていますえー、もしですねこちらを聞いてくださって皆様で興味があるという方はぜひ連絡いただければえー、と、絶賛採用中ですのでお話ししてくださいということで <laughs> 最後ちょっと PL になってしまったんですけど <laughs> はい、はい、そんな感じで頑張っていきますはいありがとうございますもうまさに私は今日のじりマジックにかかった一人かなと思 <laughs> っております <laughs> では、ちょっとお時間の方になってまいりましたので、はい、一旦こちらで、えー、録画は終了させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日、ユニークキャリアラウンジ以上としたいと思います。ゲストは、株式会社アイファー代表取締役。野尻勇樹さんでした。野尻さん、改めまして、ありがとうございました。ありがとうございました。聞いて。